はい、岡山県立大学保健福祉学部保健福祉学科4年の元塚恵里です。岡山大学、環境理工学部環境デザイン工学科2回生の中川亮太と申します。と今日気仙沼の小泉地区の仮設住宅の方に行ったんですけど、そこで参加者の学生たちが積極的に住民の方々のお話を伺っていて、それが本当に住民の方もとても和やかな感じで、参加者学生たちもとても和やかな感じで、その光景がとても印象的でした。参加者の学生の中には、その東日本大震災の時のことのお話を聞きたいけど、聞いてもいいのか触れてもいいのかっていうふうに、不安を抱えていた学生もいたんですけど、そういうお話も聞けたっていうことを聞けて、それがとても印象的な場面でした。そうですね、私も今日訪れました、気仙沼小泉地区での学生メンバーのことがすごく印象に残っているんですけれども、ツアーの初日とかでありますと、やっぱりまだみんなこのツアーの環境に慣れていないということもあって、あくまでそのきっかけバスのプロジェクトの参加者という立場で動いてくださってたんですけれども、2日目になりますと、そうですね、自分たちが積極的に現地の方と関わって、そのツアーが終わった後、現地で得られた体験っていうのを積極的に発信していくっていう立場にならなければいけないんだっていうことを心の中に強く持っていただいて、で小泉地区の仮設住宅との交流でも本当に笑顔を絶やすことなく積極的に会話をして大変盛り上がりを見せることができたと思います。やっぱりその岡山っていうのは防災意識がすごく低い県でもあるので、そういう人たち学生とかに防災意識を持ってもらうっていうのは、危機感がない中で防災意識を持ってもらうっていうのは、私自身最初はやっぱりすごくそういう危機感とか持ってなかったので、すごく難しいなっていう部分ではあったんですけど、でもやっぱりそういう今変化してるっていうのを見れて、それは本当に変わってほしいなって思っていたので、それは本当に意図していた部分だと思います。最初のチェックインなどでは学生の中には、自分たちが現地に行って、一体何ができるんだろうかって、本当心の中で不安を抱えている方も、少なからずいて、で、現地の方が学生の訪問に対して良い印象を持たれないんではないかっていう、懸念を持っている学生もいたんですけれども、南三陸 の, ボランティアセンターで、センター長のお話を聞いて、学生が現地に、訪れるだけでも、被災地は元気をもらえるといったその前向きな言葉をいただいて、学生も自分たちが、どういったことをすべきかっていうことが、分かり始めて、そのですね、積極的に自分に何ができるかっていうのを考えていこうという姿勢が見られるんじゃないかと思います。私は成功だと思っています。私も成功だと思っています。本当に皆さんのご協力がないと、このツアーはまだ終わってないんですけど、私は成功させたいと思っているので、このツアーが成功
まず実現することはできなかったと思いますし、そして、まあ、成功につなげることはできなかったと思うので、本当に皆さんのご協力ご支援があってこそ成り立ったプロジェクトだと思っています。なので本当に皆さんに感謝しています。本当にありがとうございました。ありがとうございました。